民放連・日本民間放送連盟は全国大会で激変する情報環境において変化を恐れず人々の信頼に応え続けていくことを誓うとした大会宣言を採択しました。表彰式ではテレビ朝日のオンラインを使った映像素材の管理システムが技術部門で優秀賞を受賞しました。業務の効率化とコロナ禍での人の接触を大幅に減らしたことが評価されました。岸田総理はビデオメッセージでデジタル化をチャンスと捉え地域初のコンテンツの配信などに意欲的に取り組んでほしいとコメントを寄せました。